ヨダ中日の思い出、わらわら。代打三つ間。お前騒動。クローザー岡田。優勝へのラストピースガーバー。やたら医療と武田を使ってた気がする。不自運がすごい。海外とのコネ作りにも積極的。こらやろ。審判よそ見の肩幅詰め寄り。大野雄大の神かかった関東。黄金時代。大野を育て阿部と木下が使えることを見つけ周平に責任感を持たせたおじさん。まあ阿部は出されちゃったし周平は噴火しちゃったから半分台無しやけども。代わりの選手がそこそこやっとるからええわ。A クラスの栄養。